から始まったこの大きな問題を何とかしようぜ。音楽にはその可能性がめっちゃ詰まってるから。異次元は切ったことがあると思うから。まさこさんですね。ばあちゃんです。ばあちゃん。うんげーうまい。白樺の巻なんてあったら本当洒落てるね。白くてさ。達郎くん、スペースとちゃんと本当ありがとう。福島のことを思って一曲作ろう。ヤジバージョン。ヤジバージョン。今日はめでたい日なんだ。ガムはソトライブスが北海道に来た。なんか言いたいことも変わっていくけど、それがまだリリックとして固まっていかないっていうか。3人だったんじゃないかな。